ボリズ・ロマノビチ・ローテンベルクは、ロシアの事業家でオリガルヒの一人である。兄のアルカディ・ローテンベルクと一緒に、ロシアのガスのパイプラインと電力の供給網の巨大な、建設企業である、SGM グループの共同経営者となっている。ホーブス氏の2010年度版ロシア長者番付上位100人の一人に、名前が挙げられた。ロシア連邦大統領のウラジーミル・プーチンの親しい、友人であるとされる。 サッカー選手のボリス・ボリソビチ・ローテンベルクの父でもある。ソビエト連邦の都市レニングラードでユダヤ系のローテンベルク家に生まれ、1968年から1978年にかけての期間、格闘技取り分け柔道に夢中になり、ウラジーミル・プーチンと一緒に柔道の指南を受けている。彼は柔道でソ連国内のいくつかの賞を受賞している。 彼はフィンランドにの首都ヘルシンキで柔道の指導者となり、1998年にサンクトペテルブルクに戻った。2001年に彼と兄のアルカディは、ロシア国内の40の都市で100以上の支店を持ち、そのうちの半分以上がモスクワ地域に展開する SMP 銀行を設立した。SMP は、ロシア国外でも900以上の ATM を運営している。 ウラジービル・プーチンとの友人関係をもとに世界最大の天然ガス生産会社の一つであるガスプロムと親密な提携を結んでいる。ローテンベルクはプーチンのリーダーシップの下で強力なロビー活動を行うサンクトペテルブルクコネクションのメンバーの一人である。彼は50億ユーロにも上るソチオリンピックの20の建設プロジェクトに関わっている。オリンピック公演に 多くのスポーツ競技場が建設された、その広大な敷地には、アドレルへと通じる沿岸高速道路にアクセスしている。2013年から2015年7月17日まで、サッカークラブの FC ディナもモスクワの会長を務めた。ロシア柔道連盟の会長も務める。ローテンベルクの長男のロマン・ローテンベルクは、アイスホッケーのクラブチームのスカ・サンクト・ペテルブルクの、 マーケティングチーフであり、次男のボリス・ローテンベルクは FC ディナモモスクワのサッカー選手である。FC ディナモモスクワの会長を辞めた後、ローテンベルクは別のサッカークラブである FC ディナモ、サンクトペテルブルクを買収した。2014年クリミア危機の結果、バラク・オバマの下でアメリカ合衆国連邦政府は、ローテンベルク兄弟とセルゲイ・イワノフとゲナディティンチェンコを含むプーチンの近しい。 友人たちをブラックリストに入れ、彼らの資産凍結を行った。2014年3月27日に、ビザとマスターカードは、SMP 銀行、投資資産銀行及び投資連合銀行との取引停止を実施した。しかし数日後には、その制度は、アメリカ合衆国財務省が導入する、経済制裁の基準に合致しないことが発表された。欧米の経済制裁に対して、 プーチン政権は通称ローテンベルクポーと呼ばれる救済措置を取った。ありがとうございます。